私だけ呼び出しって、一体何のご用ですか？昨日はライブでしたから、今日はリズノアは全員お休みの配信。すやー。いやいや、疲れてるのはわかるけど、起きてくれないか？心に大事な話があるんだ。イオさん、もうパンケーキは食べられないですよ。熟睡しないでくれ。それと夢まで見ないでくれ。心に仕事のオファーが来てるんだ。ふわ、お仕事ですか？だったらメンバー全員呼ばないと。心と二人きりになって、今から何をするつもりですか？え？あれですか？よくあるマネージャーがアイドルにやるやつですか？仕事が欲しいなら分かってるね、心。そんな、マネージャーさん信じてたのに。いくら心が星見プロで一番可愛いからって、そんなエッチなことファンが許しませんよ。そういうのは心は NG ですから、悪徳マネージャーにはお仕置きが必要ですね。いやいやいや、そんなつもりはみじんもないから。本当ですか？でも心は一番可愛いからつい魔が差したり。俺は事務所の子は全員同じくらい魅力的だと思ってる。誰が一番とかそういう気持ちはないよ。そういう父親目線ではなく、一星としてはタイプとかあるんじゃないですか？誰がタイプなんですか？もしかして年齢の近いリオさんとか？雑談はこの辺りにして、そろそろ仕事の話をしよう。ちぇ、マネージャーさんはノリが悪いですね。つまんないです。心単独でグラビアの話が来てるんだ。ノリの悪いマネージャーって、心は芸能関係者としてどうかと思うんですけど。グラビア？そうだ、グラビア、青年誌のヤングミリオン。超有名な雑誌じゃないですか。のウェブ版の特集記事。ウェブ版ですか。てっきり本誌の表紙も私かと思ったのに。いやいや、ウェブ版でもすごいことだよ。大抜擢と言っていい。以前そこの編集長と知り合いになったんだ。そしたら昨日話が来て。うむうむ、ちゃんと仕事してますね。心は初めからできる人だと思ってました。ああ、髪にホコリが。よろしかったらお肩でもおもみしましょうか？さっきと態度が180度違うな。まあ、その腹黒キャラも君の魅力か。腹黒だなんてひどいですよ。心は臨機応変に強いものにすり寄ってるだけですから。わかったわかった。で、この話どうする？再来週が撮影で時間はあんまりないんだけど。もちろん大丈夫ですよ。ライブの直後で体も引き締まってますから。ビキニでもレオタードでも華麗に着こなしてみせます。衣装はステージ衣装だよ。あくまでもパフォーマーとしての特集だから。もちろんそっち系でも、心のアイドルスマイルで読者のハートをがっちりわしづかみします。わかった。じゃあ先方には返事を出しておく。お疲れ様。もう今日は帰ってもいいよ。何を言ってるんですか、マネージャーさん。今からすぐに特訓ですよ。今よりさらに心の魅力をアップさせるためのポージングを学びたいんです。だから今すぐ心にコーチをつけてレッスンを組んでくれませんか？え？でもさすがに今日からというわけには。でもチャンスは最大限に生かさないともったいないですし。そこはマネージャーさんの権力で一つお願いしますよ。やるからには完璧を目指さないと。全てのグラドルを過去のものにしてみせますから。ああ、不安だ。